皆さんこんにちは、ペツオでございます。麻雀大会、32回目ですね、やっていきたいと思います。では、前回宣言通りちょっと一回大会をやってみたいと思います。で、私どこにいるの？あ、1枠だ。あ、相変わらず勝ち馬投票があるんだね。いくつまでかけられるんだろう。まあ自分が優勝すると見込んでね。ちょっと本命にもかけておきましょうか。はい、これをちょっとやめましょう。あ、やめれないの。ああ、入れた、外したらいけるね。強いのがいるところね。6枠、8枠のジャンヌさんも強いね。6枠はかけときたいね。あとは、そうだね、11はないと思うから、6枠と、やっぱり6枠だな。そうだね、これでいきましょう。はい、大会開始。よいしょ。いねえじゃん。あ、決勝トーナメントで、はい、行きましょう。ドラは1枚。ちょっと地風残して、端っこやりがちだな。頭がないね。ポン。おお、チュンポン、ひらがさん。1つ目だけど。不安出てるからね。3枚目切っときましょう。3ピンがまだ3枚ある。そっちかよ。つま、積もられた。ああ、三座残機。つものみだね。あ、そうか、三色があるんだ。難しいね。でもドラの絡み考えたらね、こっちは落としていきたいね。うわあ、うっそ、早いぞ。50目か。すっそ、うりゃ。G1、 カンチーワン、3色の出来損ないだよね。リーチ一発、ドラ一丁。さあ、親番回ってきたけど、うーん、しか言えない。そうだね、ドラ拾ったね。ああ、もうあれがないんだ、初が。ということは、
座布団を狙いたいね。うわ、嘘だ。リーチ。何切りで。切れねえな、パーピン。問い唾だね。嘘通す。嘘通す。壁で一層切り。よいしょ、カンちゃん引っ張った。ビャンシャンテンだけどドラが切れない。ビャンソ通した。あー、ピンズは、あー、スピン通してるね。手加えて見てるだけか、これはきつい手だな。ローワンも通してるしね。パーワンツーチャンスか、スーワンだな。マン、おお、ピンズか。やっぱりカンローピン、リーチ、ドラドラ。いかんね、このペースは。ポン、難入する前に仕上げたい。よいしょ、染めだ、これは。ポン、ドラ開えばまた別だけ。あ、カンしちゃえ。カン乗れ。こいつばだ。あっちゃ。リーチ。はいはいはい。リーチ。追っかけた。ちゃっそ。厳しい。リャンソは通した。ナンは一枚。ロワン通す。ピン切れねえな。でもローチューピン、トイメンがね。あ、チューピン通したな。イースト通した。あー、チートイだからね。黙っと、あ、つもらえた。単品ね。はい、パッソトイメンで、あー、スピンタン、あー、チートイか。何にですね。何が特急券になる。うわ、いきなりドラ切りか。思い切ったことするね。ビアンスは切っとこう。ポン、早仕掛けしたい。不細工な手だよね、しかし。リーチ。あー、早いぞ。おりゃ。ラン。あー、一発。カンチャッソ一発か。リーチ一発。26。3
また再び親番ですね。ああひどいな。ビャンワンの方だったね。ちょっと休みましょうか。白がドラだね。ポン。はい、ドラポン。4枚目。そうだな、こんなとこで漫画振ったら目も当てられんぞ。おお。チー。うっそチー。貼ったなーってもう貼ってるでしょ。G1 うりゃ、ウソが怖い。あー、リャンウソか。あ、リャンソ短期か。ホインツチューンドラさん、ハネマン。逆転はあるんだろうか。ああドラか、しまった。何も考えんと切っちゃった。本来はねちゃんと3色でいきたいところなんだけど、茶草がチュピン2枚でしょ。厳しい。リーチ。あー、いいとこ拾うんだけどね。パス勝負だな。ローアンなんか切れねえ。あー、張ったー。危険杯ロー中腕勝負。リーチ。リャンウーピン3色確定。出せ。あー、積もられた。なのは分かってたけど、際どいとこだったな。はい、ということで2茶でしたね。さあ、時間がねちょっと14分ほどなんでね、このままちょっと終わるかもしれないから、決勝行くようでしたらねちょっと、なんだこら。びっくりした。ドラさんでスタートですね。うわー、罠っぽい仕掛けだね。頭をちょっと取るためにね、あえて、はい、これはもちろん泣きますよっと。まあチーしてもよかったんだけどね。ああ、はい。困った。リーチ。しかも一休さんなんか、いや、スピンどうしてるか。3ピン行こう。
あー、うそサブロッピンかあ、ちゃ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 い、ドラさんが。ドラさんが逃げちゃったね。難しいなこれね。3色ボン。1つ狙った方が、あでもリャンワンがもうないからな。こうだね。真ん中ど真ん中ビシッと引っ張ってくれたら。紙茶張ってるか。あ、紙茶だね、下茶。うわー、リャンワン拾った。つまん。あー、積もられた。あー、リャンパスで単やおうか。ドラは持ってなかったよね。ドラ切ってたからね。タンのみ。裏目に出るなぁ。おー、ロッソドラそばか。ウーアン通した。よっしゃもうドラ筋とかいうシャレやめて。あー、えれやピンでしょ。ああ、もうしょうがない。ロン。うんね、スチャピンね。イペコ付きか。メンピンイペね。一休さんはウパピンね。うん、ピンズは切れないわ、やっぱりあそこでは。また頭がないんだよな。困ったね。あー、パピン頭になるけど。うわー、早いぞー。リーチ。しかも4取る。ないだろうけどね。三蔵が通るかだな。ちょっと2枚目だよね。我慢しよう。サブロッソが全然、うん、こっちだな。さあ、イスワン拾え。リアンパッソ。拾ってくれたら。うわー、スワン通すんだ。
本命、ド本命、スーワンが3枚。ラン。おお、竹やない。うん、すっちゃっそ。ドラ絡み、ドラニーか。秀吉さん、老中はね。ベタには変わりない。ああ、パス2枚。まあ、ああ、白切ったら白く積もる。しな。いや、まだあと3枚、2枚。うん、ここでリーチ。はい、リーチ。リーチ単用3色、満貫確定ね。もう出るっしょ、ウーピン3枚出たから。ピンズ全然警戒してる感じないからね。うん、くるくるくる、3ピン出して、あと2枚よ。ロン。うわあ初のみ。ダマだったかな。あ、でもそんな感じしないな。ハハハハ、様お元気ですか。前にも言いましたけど、藤田敏子さんがね、亡くなってあの歌を歌ってらっしゃったね。うわ、うそ、早いよ、秀吉さん、いつもながら。前切っていっそっそで待ってるとか、なんか大したもんだけどね、そんなんだったら。ここは絶対振っちゃいけないとこだからな。あー、つまられた。いいスーピンか。あー、ドラ乗ったね、1枚。リーズもピンフ一丁。7000。あー、ドラさんか。ごめんなさい。チャッソもドラだったね。うわ、やっぱねか。やっぱ秀吉さん強いね。だいぶ楽になるんだけどね。はあ。いやー、いや、うん、うん、そうですよね。やっぱり四五六ロチで構えた方がいいですよね。でもドラーマ積んだったら、だけどパワー出てるから、うん、リーチ。何切んの？トンギリ。張った。うん、じゃあ
真ん中行きましょう。リーチ。チャスト高め。うん。ドラ筋だけどね。対面の方中に期待。G。積もるんだ。三万短期を。あ、向こう関羽湾か。秀吉さん強いね。動けないね。ドラヤ拾ってくれたのはよしなんだけど、あっちゃー。リーチ。ヒントが少なすぎる。同案通したけど3万いけんのか。ロン。あ、換算は。リーチ一丁。あ、リーチ中院長ごっぱちか。あ、違う違う、なチッチだ。うわ、飛びそう。しかし秀吉さん果敢な攻めだよね。なんか広がりの予想が。カンちゃん拾ったのはいいんだけど、筋目残した。失敗した。リーチ。 C1 切りパン。はい、チュポン一発消しね。ロン。あー、ロチュワンか。引かされた。あー、まだ耐えてる。あー、どうしよう。6、7、8の3色だね。どっちか言うと、そうだよね。急須が2枚だからね。カン。カン。リーチ。
ない。うん。どうチーパーで構えましょう。いやー、ダメダメダメ、振り手になるから。あ、振り手じゃない、後付けなっちゃうからね。ただどっかでテンパッと、おぉ。初のみね。さあこの逆襲がうまくいくかどうか。おお、いきなり1泣きされた。端っこ寄せてるね。サボテンか。パン。なんだけど、急がないからね。ああ、そうだよね。急須はあるけど。リーチ。竹。出ない。もうしょうがない、諦めながら行こう。またか事故。ロン。うん、リャオピンか。おうおうおう。やらしな一休さん。壁でね、置いといたんで。こりゃ。いや、まあ、取るかだな。ロン。ああ、キスか。ダメだ。はい、リーチ初2六。オーラスですね。厳しいね。もう調子悪い時のマージャンそのものですよね。引っ張れないこれはね。あー、もう何も2枚出ちゃったね。あー、3枚目出た。
だいたい後手後手に回ってる時はダメね。もう筋目残すといけないから。あー、さっきパーピン切りだったね。あー、そっち被るんだ。トイツバ G。 はい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 、ローワン G ね。ドラ引っ張った。あー、チピンパーピン行こうか。シャボテンはあんまりつかんけどね。上がらなくても一発で積もるか。竹は危険牌だね。ロッソギリ、ローワン用通したな。積もあー、積もられた。パスをね、うん、はい、飛びましたね。あ、飛ばないんだ。もう勝ち目がないからな。中ピンかぶった。リーチ。ムムムムム。ロン。あ、イスピンか。はい、リーチ一発ピンフドライチね。圧勝秀吉さん。はい、決勝戦ね、どうなったんかな。あ、一休さん優勝なんだ。まあ、結構かけたからね。はい、ということで、減らしちゃいましたけど、もう一回ちょっとね、大会やってみたいかなと思っております。今回はちょっとね、約40分ぐらいになりますけどね、長丁場になりましたけど、お付き合いいただきましてありがとうございました。次回はもうちょっと気合い入れて、気合い入れてっていうかね、準決勝の内容が散々でしたよね。この反省をちょっと生かして次回頑張りたいと思います。では今回はここでお開きです。ありがとうございました。さよなら。